アウトルックメールのレイアウトを変更します。メニューの表示からレイアウトを選択してください。ここに2つのオプションがあります。フォルダーウィンドウは受信トレイや各種フォルダーの表示欄のことです。表示と非表示を切り替えることができます。閲覧ウィンドウではメールの本文を読む欄の配置位置を右に表示、下に表示、非表示で切り替えることができます。非表示の場合、メールを開くと本文のみの表示に切り替わります。メール画面の左上の閉じるをクリックすれば、メールリスト画面に戻ります。アウトルックのデザインを変更するには、メニューの表示からビューの設定を選択。全般からデザインをクリックします。テーマはアウトルックメールのツールバーの色や模様、アクセントカラーがワンセットになったものです。自分好みのテーマを探してみてください。ダークモードのスイッチをオンにすると、アウトルックメールの画面が黒ベースの背景に切り替わります。明るい画面表示よりも目の疲れが軽減できるともされています。好みに応じ設定してみてください。最後にテキストの大きさの変更です。設定のメールからレイアウト、テキストのサイズと間隔で大・中・小の3つの選択肢の中から選択できます。アウトルックをお使いのウェブブラウザの機能でも画面表示の拡大縮小ができます。キーボードのコントロールキーを押しながらマウスのホイールを前後に回転し、メールを読みやすいテキストサイズに変更してください。